が硬いとダイエットしてもなかなか痩せないんです。皆さんこんにちは、萌えです。お腹周りや腰周り、そして太もも、このあたりのお肉ってなかなかしつこく取れないですよね。きつい食事制限や辛い運動、いろいろ頑張るんだけど、あのね、そもそもこのあたりのお肉って体が硬かったり柔軟性がない方っていうのはなかなかサイズダウンしにくいんです。今回は腹筋やスクワットよりも効果のあるぽっこりお腹解消、太ももほっそりエクササイズをご紹介したいと思います。しかもきつい運動が苦手という方にはもってこいのエクササイズになってます。私が過去に指導したたくさんの生徒様やお客様の中には、比較的すぐに痩せ効果が出てダイエットの結果が得られやすいという方の共通点が、体が柔らかい、柔軟性があるということが共通点だったんです。逆に体がとっても硬い、なかなか痩せにくい、結果が得られにくいというお客様の共通点は、基本的に体が硬い、柔軟性がないという方が多くて、そんな方がまずは体の柔軟性を作るエクササイズをご紹介して、姿勢を正しい位置に戻した、たったそれだけで一気にぽっこりお腹が解消して、ついでに足までほっそりしちゃったという方がたくさんいらっしゃったんです。そう、ダイエット成功の鍵は食事制限やきつい運動ではなくて、体の柔軟性を高めることが痩せやすい体質になる近道だったんです。そこで今日は何よりまず体の柔軟性を高めて、あなたの脂肪が勝手に燃焼燃焼燃焼ってしてくれる野生体質になるストレッチをご紹介したいと思います。もしあなたがぽっこりお腹、浮き輪肉、そして下半身のむくみに悩まされていて、きつい運動は苦手、辛い食事制限は無理という方なら、今回の動画はとても大切な重要ポイントになるので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは一度あなたの体がどれほど硬いのか、一度柔軟性をチェックしてみましょう。足を肩幅程度に開いて一度前屈してみます。この時に突っ張る箇所っていうのが腰だったりお尻だったり足だったり、どの部分なのかというのを覚えておいていただいて、逆にこんな感じでつかないという方は、床から何センチくらい離れているのかを測っていただいても大丈夫です。かなりつかないというあなたは要注意です。背中と腰をつなげている筋膜、胸腰筋膜という筋膜が固まってしまって、そしてうーっと下に引っ張られることで、お尻や太ももや腰が固まってしまって、お腹周り腰周りの循環が悪くなることによって、この辺りにお肉がつきやすい状態になっているかもしれないんです。では胸腰筋膜が硬くなって引っ張られている原因は何？それはね、脇の下のリンパの滞り、そしてお尻とお腹周りが硬くなっている、柔軟性がないということが原因だったんです。これらの筋肉が硬くなって胸腰筋膜が固まって引っ張られることにより、老廃物がたくさん溜まりやすくなって、体の循環が悪くなって、なかなか痩せにくい、太りやすい体質になってしまうんです。そこで今日はまず脇の下のリンパの流れを良くして、胸腰筋膜をしっかりたわませるエクササイズを行ってから、簡単な足痩せ、お腹痩せエクササイズを行う、この順番を守って行っていくことによって
あなたの体を柔らかくして、そして胸腰筋膜をたわませて、あなたが痩せやすい体質になるエクササイズを行っていきたいと思います。では一緒にやってみよう。はい、では右手を上げて、脇の下と胸の間にあるバイバイってしたら動く筋肉を捉えたら、このように剥がしていくんです。痛いね。痛い方はかなり要注意。あなたが老廃物のゴミ箱であるリンパの流れが悪くなって、ゴミ箱が開いていない証拠なので、あなたの老廃物が体の外に出ていきにくくなって、野生体質からは遠ざかっている証拠だよ。だから頑張ってここをしっかりとたわませていきます。反対もいきます。こうやってバイバイってしたら、触っているところの手、動く筋肉を、これをつまんでください。皮だけじゃないよ。痛い。そう、私はね、左の方がいつも痛いの。左右差も感じてみてください。しっかりとここをリリース、胸とそして脇の間ね、難しいんだけれども、ここってすごく滞りやすくって、そして滞ってしまうとかなり太りやすい体質、そう、老廃物が出にくい体質になっちゃうの。でも注意点があります。あまりにも滞っている方っていうのは、この後うっ血の可能性があるので、薄着の日はやらないで、今度はハムストリングス、太ももの裏の筋肉を伸ばしていきたいと思います。右足を伸ばしていきましょう。手をついたらゆっくり前屈していくんだけども、何もね、たくさん倒れる必要は全然ないんです。そう、注意していただきたいのは、右の足の膝が全く曲がらないこと。なので、お腹が丸くっても背中が丸くっても大丈夫。要は右の足の裏側がじゅわーっと伸びていれば大正解なので、これで胸腰筋膜へつながる筋膜がじゅわーっとたわんできます。今度反対ね。反対も同じ。しんどい方はね、こうやって反対側の足の下に何か置いてもいいよ。タオルでもブランケットでも大丈夫。たった30秒だから、ゆっくりと手をついて、いたたたたた、また息を吸って吐いて、そう、お腹は丸くても大丈夫。左の足の膝が全く曲がらないように注意してください。左の足のつま先は天井方向に向けて、いっぱい倒れなくても大丈夫だよ。ゆっくりと呼吸が止まらない程度で、足の裏側がじゅわーっと伸びていれば大正解なの。つま先は天井方向。はい、 OK です。では次はお尻の筋肉を伸ばしていきます。左の膝を曲げたら、こんな風に4の字を作って、両手で右の足の太ももの裏側を持ってね、左の足の膝が自分の方に近づいてこようとするのを遠くへ遠ざけて、ゆさ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 とお尻を揺すってみて、慣れてきたら右の足こうやって一度伸ばしてみてもいいけど、無理をして呼吸が止まるようであれば無理はしないでください。たった30秒だからね。あと少しお尻をゆさゆさと揺すってみて。はい、 OK です。今度反対。反対も同じだよ。しっかりと左の足の太ももの裏側を手で捉えたら、右の膝が自分の方に近寄ってこないようにして、そう、近寄ったらダメ、遠く。そしてお尻をゆさゆさーゆさゆさーと揺すりながら、呼吸を深く、慣れてきたらね、こうやってすねを持ったり左の足を伸ばしたりして、これはゆっくりでいいです。慣れてからでいいです。無理をしないで30秒だけしっかりと呼吸をしてね。要はお尻、特に右のお尻が伸びていたら大正解。胸腰筋膜がリリースされている証拠です。さあ、今度側屈だよ。今度は右の足を伸ばして、左の足をこのように曲げてね。しんどい方はまた膝の下に何かを置いて、ゆっくりと側屈していくよ。前に倒れたり後ろに倒れたりしないで、横に倒すの。いっぱい倒れる必要は全然ないです。この時もね、あなたがね、横から見たら薄っぺらい髪になったような感覚で、前とか後ろに行かない。そう、最大限あなたの横に手を引っ張って遠くへ伸びていく。 OK です。今度も反対。たった30秒だから、そう、膝の下に敷いても大丈夫だよ。そう、
しっかりとお尻が床から浮かないことだけ注意してください。余裕があれば両方のお尻に均等に体重を乗せてください。目線は上でもいいし下でもいい。だけれども上半身が前や後ろに倒れないようにしてね、余裕があればね、上の手のひらを上向けて、肩だけ後ろにこうやって手を後ろに送ってみると、さらに許容筋膜が伸ばされてきます。あと少し。 OK です。ではね、ちょっと正座になって横側をお尻から膝のあたりまで叩いていきましょうか。すごく伸ばした後なので、しっかりと叩いて、よりリンパの流れが良くなるようにしてみてね。叩く線はね、こんな風なパンツの線。呼吸を整えましょう。ゆっくり息を吸って、伸びて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 、吐いて。もう一度息を吸って、伸びて伸びて呼吸を整えて、吐いて。お疲れ様でした。はい、皆さんお疲れ様でした。ではもう一度最初のチェックを行ってみたいと思います。もう一度肩幅程度足を広げて前屈すると、あれ、最初よりも手がつきやすくなっていたら大正解。最初にチェックした時に、腰のあたりが張るな、突っ張るのは足の裏だなというあなたの一番突っ張る箇所が、あれ、意外とスムーズに前屈できるという状況になっていたら、またまた大正解です。そう、この許容筋膜をしっかりと緩ませて、たわませて、そして脇の下のリンパの流れを良くすることで、あなたの老廃物は流れやすくなり、そして痩せ体質になっていきます。では最後までこの動画をご視聴いただきましてありがとうございました。この動画のご感想はコメント欄にお待ちしてます。チャンネル登録や高評価ボタンもものすごく励みになるのでお待ちしてます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。お腹周り、腰周りのお肉もバイバーイ。